当に柔らかくてしっかりとスイングスピードが上がっていく、ものすごい飛ばすんですよ。社会人ドラフト最有力候補の渡来選手に会うため向かった先は神奈川県川崎市。社会人チームエネオス。都市対抗野球では大会最多となる12回の優勝を誇る社会人の名門です。早速練習にお邪魔してみると、今野手陣がバッティング練習してるんですけど、この中にいるということなんです。あ、たまあれあれ、いました、いました。手前から奥、2番目、左バッター。この選手こそが社会人ドラフト目玉中の目玉、渡来隆起選手、21歳。意外と実物見るとスタイリッシュというか、思ってたより細い。そうですね、よく言われますね。でも実はもうこれは脱いだバッキバキかもしれないですけど脱いだとこ、可能性はね。でもずっとちょっと秘密にしときたい。そうです ね、こう渡来隆起の全てはまだ明かさないという、まだ明かさないでおこうと思ってます ね。はい、ということでこの後肉体美見られるかもかもしれない、知れないということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。気さくな人柄でノリの良さも20丸。ちゃんとバックスクリーン当たったの撮れました。練習の合間にもカメラに向かって笑顔を振りまくなど、サービス精神旺盛です。そんな彼の名字は渡来といえば、古田さん、五十嵐さんはもちろんご存知ですよね。そうです、彼のお父さんはヤクルトで15年間活躍した渡来博文さん。元プロ野球選手を父に持つ野球エリートの彼が最も注目される理由、それは力強い豪快なスイング。その打球は、バックスクリーンをも越しそうなとんでもない飛距離。ナイスバッターです。ちゃんと見ました。終わりました。打ってくれたから、ありがとうございます。この細い体から生まれる強い打球、そこにはどんな秘密があるのか尋ねてみました。僕はやっぱこのボールのちょっと下に入れて強いスイングをそこでかけることによって、こう生まれるバックスピンをこうなんていうんですか、利用して飛ばすっていうタイプだと思います。めっちゃいい今の感じですね。バックスピンをかけるように打ち、打球をより遠くへ飛ばすことを意識。その理論っていうのは考え始めたのいつからですか。ここ入った入社1年目の時からやるようになって、それがしっかりこう何ですかね、結果として出てきたのはやっぱ去年ぐらいからしっかりそういう意識の結果が出てきたんじゃないかなと思います。こうした意識が実を結び、去年の都市対抗野球では5試合でホームラン4本に11打点と大暴れ。史上初となる橋戸賞、若獅子賞、打撃賞の3冠を受賞し、日本一に大きく貢献しました。さらに他の選手との大きな違いでちょっと思ったのが、柔らかいというか、ずっとこう動きの中でこうタイミングと体重移動をやってるのかなと、そこの意識ってあるんですか。もう大正解ですね。こう思いっきりドーンとかじゃなくて、どちらかといえばこのまあこう柔らかく取ってる中でのこの何ですかね、パチンというこのパチンというこの柔らかさを、そこのヘッドのこのムチのように使うっていうのはすごい意識してやってるところですね。自ら考えながら取り組むこの2つの意識こそが渡来選手のバッティングの秘密。さらにバッティング以外にも気になることが。渡来選手、外野手の選手なんですけど、内野にもついて練習してます。
今日セカンドにも入ってましたよね、はい、ここ狙いはどうでしょう。もともと高校の時ずっとセカンドやってて、でエネオスさんに入ってきてから外野もずやるようになって、内野手も外野手も両方一流って言われる選手がやっぱ一番こうなんていうんですかね、評価されるし必要とされる選手だと思うので、どっちかは一流だけどどっちかはダメとかじゃなくて、外野手も内野手も両方一流だねって周りの方々から言っていただけるようにやりたいなと思います。一流を目指し、プロに入るため努力を重ね、一気にドラフト指名の最有力候補に。そんな渡来選手は高校時代、強豪横浜高校の門を叩くと2年連続で甲子園に出場。プロからの指名を信じ志望届を提出しましたが、ずっとドラフト会議待ってて名前が呼ばれず、気づいたら終わってたし、もう悔しい思いしましたし、でも今の自分がいるのは絶対あの時のドラフトの悔しさがあったから今の自分がいると思いますし、あの時のドラフトは無駄じゃなかったなって改めて思います。悔しい気持ちで終わった初めてのドラフト会議、そんな時支えてくれたのが父博文さんでした。お父さんとかやっぱその一緒のドラフトの会場にいて、もちろんお父さんも絶対悔しいんですよね、それはもう僕も分かっててなんですけど、お父さん一回も悔しい顔見せずに、こうお前ならできるからって、下向いてる暇ねえぞって、すぐまた新しいチーム行って、またお前なら絶対プロ行けるから本当頑張れっていう言葉を言われて、すごいやる気も出ました。博文さんからの言葉を受け、渡来選手が選んだのは社会人チーム。大学だと4年かかってしまうものが、社会人だと高卒は3年間でプロに行けるっていう権限が得れるので、やっぱ1年でも早くプロに行きたいっていう気持ちがずっとあったので。ドラフト指名漏れを経験してから、はい、この3年間で何を伸ばさなきゃと思って取り組んだんですか。まあ、もちろん走攻守全てでレベルアップしたいなってをずっと思ってて、やっぱ全部で一流になろうって思ってこのエネオスさんに入ったので、そこはずっと変わらずに3年間ずっとやってますかね。プロ入りを目指し、社会人チームで磨いた打撃と守備。渡来選手が思い描く未来とは。目標はこうプロ野球の中でも一流と言われるような、やっぱこう日本でも大谷翔平選手のようにこうやっぱこう世界を代表するような選手がたくさんいて、僕もいずれはそういう選手になれるように全力でやりたいなと思います。やっぱ一番はみんなから愛されるような、こう渡来選手いいねとか、渡来いいねとか、小さい子供もそうですけど渡来みたいになりたいとか、なんかそういう夢とか希望とか与えられるような、こう一人でも笑顔にできるような選手になれたらいいかなと思います。まあ、渡来選手、こっちは違えど福留さん、はい、福留さん2世なんていうような言われ方もしています。僕実際ね、ちょっと僕も今ちょっと社会人の方を少し教えてるのもあって、僕オープン戦見に行ってるんですよ、で実際バッティング練習からちょっと見てたんですけど、本当にね、こう自分でこうさっき説明してましたけど、本当に柔らかくて、柔らかい中に一瞬強さがすごいあって、打球もね、やっぱりものすごい飛ばすんですよ。でスイングスピードもやっぱりこう打つ瞬間にしっかりとスイングスピードが上がっていくタイプで、どういうボールに対してもその自分の軸っていうのをずらさずに対応するっていう意味で、もうそれで本当にこう柔らかいバッティングするなと思って僕見てましたけどね、うん、という中でせっかくですので福留さんに実演で、はい、その柔らかい動き、柔らかさ、すごさ、フォームを解説いただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。おい、教えてほしい。2人でも見たい。あいつが一番悪いですよね。よろしくお願いします、はい、まずこうしっかりとテイクバック入って、トップの位置から、トップの位置からこう無理に体でこうやって打ちに行くんじゃなくて、先に後ろの肘をポッとこう中に使ってくるんですね。で中に使って、これを逃がすんじゃなくて、中に使ったまま手を走らすんで、
ポンとで体がこっち側前を止めたままここのバットを先に走らすんで、そういった意味ではあのスイングスピードも上がっていくし、で今バックスピンをかけるっていうこういう練習をしてるっていう、あれも、まあ、僕らも現役の時やってましたけど、そうなんですね、こう自分でこう投げてもらったのをこうパンってボールの下を打って真上に上げて自分で取れるぐらいに、そういうふうにスピンかける意識してみたりとか、そういうのでこう自分がどうやってバットをこう使ってしまうとスピンうまくかかんないんで、はい、なるべくバットを短く短く使って体を短く見せずに最後に伸ばしてやるっていう方の方がスイングのスピードは上がっていく、それプラスこの体の軸っていうのが絶対ずれないんで、しっかりとこの軸が残ったまま回ってるんで、あの力はどんどん生まれていくでしょう。なるほど。福留さんの目から見て、もう少しここを修正すればさらにいいバッターになるというようなポイントって、もうプロ行けば多分社会人の投手よりもっと速いボールが来ますし、キレのいいボールっていうのが出てくるんで、それを打ちたいっていう時に力が入りすぎて、どうしてもそれに負けないように打とうとしてしまうと自分のバッティングって絶対壊れるんで、力負けじゃなくてその力を利用するぐらいに柔らかさを持っていれば多分大丈夫じゃないですか。はい、ありがとうございます。あれ、鳥谷なんか足すところないの？あ、なんかあるって言ってたよね。いや、非常に勉強になりました。ありがとうございます。鳥谷さん、あのバットありますけど。あ、大丈夫です。もう今、もう若い選手に伝えていきます。